政次郎の伝承郷料理卵シリーズになります。今日はですね、こちら卵についてのご説明を、簡単にさせていただきます。まずこれ3つ用意しましたけども、赤玉と言われるやつ、そしてこれが桜卵っていうやつですね。でおなじみの白い卵ですね。これ何が違うかと申しますと、昔はその赤鳥が産む卵は赤玉、白い羽の鳥が産む卵は白玉って言われてたんですけれども、いろいろその交配が進んで品種改良が重ねられる中、今はそれは必ずしも言えなくなりました。赤い羽の鳥は赤玉を産むっていうことでもなくなってきたんですね。で、もともとですね、この赤玉、桜卵、白玉っていうのは鳥の品種がございましてですね、まずこの赤玉、これはボリスブラウンという品種がもともと産んだ卵になります。そしてこちらの桜卵、これがソニアという品種の鶏が産んだ卵ですね。ほんで白いの、これはですね、ジュリア、またはそのジュリアライトっていう鳥が産んだ卵、大きくその3種に分けられます。でこの栄養面ですけれども、これはその殻の色によって違うかというと全くそれは関係ないんですね。味の面でも全く関係なくって、そのむしろその鳥が何を食べたかによってこの卵の味も変わってくるということになります。でその価格の差はどうしてもその赤い卵が高価なイメージがありますが、これは生産コストによって、変わってくる値付けでございまして、その栄養面、味の面では関係ございません。はい、そしてその卵ですね、こちらこれね、凍ってきて洗う人ありますけれども、洗ったらダメなんですね。すぐ傷みます。なぜかと申しますと、これ卵ってこの卵殻の殻の表面に小さい穴がいっぱい開いとるんですね。これ気孔って言うんですけれども、それをこう、膜で覆って保護してるんです。それが口くらという膜なんですね。でこの下にその気室っていう要は空気の入ってるとこありますよね。それ気室って呼びますね。でこの気室が新鮮な卵っていうのは、産みたてのまだあったかい卵っていうのはここの気室はありません。で冷えるに従ってちょっとできてくるわけですね。で日にちが経つにつれて、卵のこの中身が水分が蒸発してくるわけです。それからこの気質はだんだん大きなっていくわけですね。卵が古くなるに従って気質は大きくなっていくということですね。でこの卵の栄養面ですけれども、これがものすごいんですね。必須アミノ酸っていうのが9種類あるんですけれども、必ず生きていくのに必要なアミノ酸なんですけれども、そのうちこれ、3種類が豊富に含まれているわけです。リジン、メチオニン、トリプトファン、この3種、これを含む理想的なタンパク質が入っているということになっております。ほんで他にもですね、タンパク質だけではなくって、ビタミンですね。ビタミンは A と B2 と D と E、これらが含まれておりまして、他にもビタミン類以外にも、そうですね、鉄ですとか
カルシウムですとか、そうですね、リンとかも含まれてます。で、コレステロールが多いとよく言われてますけれども、この中にですね、レシチンという、物質が含まれておりまして、これは肝脂肪なんかを取り除いてくる、肝臓の脂肪を取り除いたりするので、そのコレステロールを心配することもないのかなと思います。まあそういうことで、卵について、簡単に説明しました。そしたら卵料理に移っていきたいと思います。最後までご覧いただきまして誠にありがたく存じ上げます。もしよろしければチャンネル登録と高評価、何卒よろしくお頼み申し上げます。では次回の動画まで皆さんごきげんよう。